ちは、ゆうぽんです。今日はもうね、 YouTube 上でも SNS 上でも初の公開です。まあね、題名のサムネをね、見た方はもう あれねって分かると思うんですけども、そうです、今日はゆうぽんのスマホの検索履歴の中身を晒したいと思います。何か Twitter でもリクエスト募集してたと思うんですけど、リクエストがね多かったんですよ。何気に、なんかポチポチありまして、わ、見たいんだなと思って、なので今日はね、検索履歴をお見せします。まあね、ゆうぽんだとね、みんなの履歴をね見たいです。なのでよかったら送ってください。逆にね、なんかね、 YouTuber の検索履歴ってなると結構限られてくるよね。なんか動画用でなんかこういう言葉が分かんないか調べたりとか、結構 YouTuber はほぼみんな一緒ような気がするけど、その一般の学生の方とか、そう、こうやって見てくださってる視聴者さんはどういうものを調べているのかすごく気になるので、よかったら送ってください。ほぼほぼゆうぽん、サファリとかヤフーとか使うときはほぼ YouTube 関係でしか使ってないです。早速お見せします。 GO！ あ、てかこうパン。はい、ということで今日の朝何を調べたかというと、まずね、こちらの韓国の二つ結びとかヘアアレンジとかいろいろ調べてました。そう、なんかうちのヘアアレンジってポニーテとかハーフアップとか髪を下ろすヘアしかなかったから、逆にどういうヘアがあるのかなと思って調べました。今日の朝なんか今日初めてねこの髪型やりました。どうですか？恋に合わないです。そして1月19日日曜日、ミミッキュ。このミミッキュは何で調べたかというと、この前ほら名古屋ドームで、ね、次世代ワールドホビーフェアっていうねイベントがあって、まあ、それがねポケモンだったんですよ。でミミッキュを私使ったわけなんですよ。でなんか技はまあ選べなくて、でもミミッキュどの技強いんだっけと思って調べたやつです。はい、でね、ひつまぶしなんかね、その終わりにね食べに行こうっていうことで、なんかひつまぶしって何だったのって、うなぎねと思ってもう食べたんですけど、すごく美味しかったです。写真がこちらです。で次、1月18日一応ねキログラムです。そう、なんかね、ちょっと服が欲しいなと思って見たんですけど、なんか欲しい服がなくて結局買わなかったんですけど、でも欲しいなと思ったやつが一着あったの。そう、ボタンショートパンツってやつ、ここ撮ってるけどボタンショートパンツっていうね、あのズボンが欲しくて、ほんと可愛いの。だからさ、後で買おうと思って。でここ見て、一度でキログラムばっかり童顔とか言ってそう、なんかうち童顔好きで、童顔の芸能人って誰なんだろうと思って、で童顔ってどういう顔なんだろうと思って動画を調べてました。すみません。で次、1月15日水曜日、寝てる時鏡そう、これねホテルに泊まってた時だったんですけど、あのベッドあるじゃん、こうベッドで、うちの目の前に鏡があったの。あの多分服とかこう見直すために、なんか長い鏡、なんていうんだっけ、あの姿鏡だっけ、こうなんかと長い鏡が置いてあって、もうホテルあるあるだよね、必ず置いてあるので、その真正面にベッドがあって、寝てる姿が私映ってるわけよ。だから、え、でも確かヤバかったよなと思ってで調べたんですけど、布団で猫隠れたから別に良かったんだけど、怖くて調べました。なんか運気を吸い取られるって書いてあった。なんかお化けとかそういうのじゃなくて、ただ単にその運気を吸い取られてしまうってだった。まあね、信じるか信じないかはね、あなた次第です。うちはとりあえず信じてます。そして次、ちょっとこちらおもんな。1月14日火曜日、ちょっと勉強のことしか調べてないですね。見て、プラスチックポリエチレンやポリプロピレンだっけ、プラスチックの性質とか一酸化炭素とか調べてる。やば、気持ち悪いね。鉄はどうやってできるのって調べてる。鉄は生命の。なんかここで決めるとね、勉強がなんかできそうな真面目ちゃんに見えますけど、まあできないから検索するんですけどね。なんかね、鉄についてだった、勉強してたところが。だからね、調べてました。で次、1月13日月曜日、セブンイレブン初フリマアプリ、メルカリとなんか、まあ、たまに おメルカリでお買い物することがあるんですけど、でなんか結構ほら楽々なんだっけ、メルカリ送るときにコンビニで送ってる人が多くて、コンビニで今の時代って送れんのと思って、で調べたんですよ。でも調べたけどよく分かんなくて、でもとりあえずファミマに行った時はメルカリ用の箱が売ってたの。だから、あ、ここでやんのかなと思って、あ、すげえと思って。それで次、こちら1月12日日曜日、新大久保イケメン店員って書いてある。もうやだー。なんかうちね、よく新大久保行くんですけど、あの食べ物とか食べにとか、その時にチーズハットグに働いてる人とかイケメンが多いんですよね、新大久保。とりあえずイケメンさんが多くて、調べたら出んのかなと思ってね、2個も調べてますからね。
あと眉毛。そう、なんかうち眉毛の描き方よくわかんなくて調べてました。で、なんか調べても描こうと思ったら描けなくて、クレヨンしんちゃんになります、よく。だからね、とりあえず今ね学んでます。それで続いてこちら、1月11日ちょっとポッキーに違いですね、ポッキーの日にあと1本足りないですが。で、また楽々メルカリ便を調べております。そう、なんかね、多分このメルカリ便を調べたのが一番最初で、でも結局分かんなくて、またもう一回調べたって感じですね、さっきので。ここからが実はね、ツイッター見た方は分かるんですけど、あのポア君がちょっと体調を崩してしまって、最近元気ないなと思って爬虫類のね、まあ、動物病院に行ったんですけど、そうしたらなんか尿酸の塊があったんです。ここにレントゲン撮った時に白い尿酸の塊があって、多分このせいで痛がって苦しいんじゃないでしょうかねみたいな感じに言われて、薬をもらったわけなんですよ。で、まあ、だいぶね良くなりました。すごく元気です今で。そこでね、なんか本当に良くなってんのか分かんなくて調べたやつですね。あと動物病院とか爬虫類ので、次これ1月10日、これもねまだ爬虫類の病院調べてますね。で、見てください、下炭治郎前髪ありって書いてある。そう、なんか TikTok とか流れてきて、なんか前髪ありかっこいいみたいなのが流れてきて、え、どれどれと思って見たらかっこよかったですね。で、ジェラピケとベッド。で、そしてこれ1月9日、これちょっとね悩んでまして、イヤホン難聴と調べてました。あのうちってイヤホンつけるんですよ、いっぱい音楽を聴きたくて。で、結構爆音で聴いてしまうんですよね、ノリノリになりたくて。で、そのせいで耳鳴りがすごくて最近で、マーポンも一回鳴ったことあって、多分ね知らない方も多いと思うんですけど、うちはねマーポンが鳴ってたから結構イヤホン難聴っていうのは分かるんですけど、やっぱり今の時代ってさ、イヤホンつけることって多いと思うんですよ、音楽聴くにも。本当に危ないらしくて、なんかイヤホン、毎日イヤホンつけたりとか、爆音で聞いたりとか、あとは長時間イヤホンつけとくと、なんか耳が聞こえにくくなる。まあ、もしくは耳が聞こえなくなって、突発性難聴になりかねないので、もう本当にイヤホンには気をつけてください。しばらくやめて、で、まあどうしても聞きたいって場合は、音量を下げて聞いてたんですけど、全然ね、マシになりました。だから本当に気をつけてください。マジで、あ、なんだっけ、耳になんかあれ刺さないと聞こえなくなるんだったっけね、補聴器つけないと聞こえなくなるぐらいやばいらしいので、本当に気をつけてください。ね、意味わかんない、どうしよう。1月20日欲求不安と調べてる。欲求不安と思って調べてる。何があったんだろう1月20日。なんか欲求不安って結構性欲で捉えちゃうと思うんですけど、全然そういうわけじゃなくて、多分なんかこの時面白くなかったなと思う。だからなんか心が満たされてなかったなと思う。でもさ、あるくない、なんかめっちゃ今日はなんか欲求不満なんだけどみたいな、なんかこの世界は忙しいと特にめっちゃ欲求不満になる。なんか楽しいことしたいし、幸せなことしたいし、けど動画編集しなきゃとか、忙しいとね、ほんと不満になる。で、そして次、1月6日、ウユクリームって調べてますね。あ、ここいいですね。知っておけば10倍美味しい韓国の国民食チキンですね、これ。そう、うち、あの、この時、新大久保にいて、チキンを食べたいなと思ったんですよ。兵庫に、ね、遊びに行った時、友達がチキン食べてて、なんでチキンだったっけなと思って、で、調べてたんですよ。で、食べたかったチキンが見つかったって感じです。そしてこれ、ときめきお仕事グッズ、サンリオお仕事。そう、これね、なんで調べたかというと、その、ツイッターのリクエストとかね、めっちゃ多くて、サンリオのね、お仕事グッズを、なんか、紹介してほしいですっていうリクエストが多くて、え、どんなもんかと思ってみたら、あれねっていうのが多かったです。そして続いてこちら、1月4日土曜日、鬼滅の刃柱って調べてます。と、1月3日、これはあのいとことちょうどね会った時あったんですよ。初詣に行った時ですね。で、初詣に、ね、いとこと行ったんですけど、で、そこでゲームをしてました。ゲームとなんか怖い話したかったそうだったんで、怖い話調べました。あとはマットって意味わかんないね。で、あとは10回クイズ。その中で10回クイズで盛り上がって、なんか問題出しちゃってました。かわいいね、ここの履歴。それで次こちら、1月2日、トイストーリー2、トイストーリー1、トイストーリー1、トイストーリー1。で、次、1日、あ、違った。1月1日です。1月1日です。1月1日はですね、ちょっとおでこに悩みを持ってまして、あの、おでこ狭いのを味方につけようみたいな。おでこ平らでも、こう、かき揚げができるみたいな。あ、なんかよかったら教えてください。こういう感じだったらデコ上げできますよっていう。ちなみに私のおでこの特徴は、狭い丸みがない平らです。で、次ここ。なんかあんまよくわかんないですね、ここ。とりあえず鬼滅の刃調べてて、LINE スタンプ調べてます。なんででしょう。で、次これ。12月30。
はダイソーとクリューのガールズトレンド研究所について調べてました。これもね、まあ動画ですね、動画で調べたって感じです。でも謎にここにありますね、厄年はないのにお祓いするみたいな、調べてました。なんか結構厄年の人がお祓いするってイメージがあったんですけど、でも厄年はなくてもやってもいいのかっていうのを調べてました。もちろん大丈夫でした。なんか最近よくこけるんだよなとか、最近なんか事故るんだよなとか、なんか最近あんまりいいことがないとか、なんか仕事面であんまり良くないとかっていう方はもう全然厄払いさってくださいって感じですね。で次これね、新大久保イケメン通り。なんかイケメン通りどこなんだろうと思って調べました。ここよくわかんないね、インフルバック調べてる。12月29日日曜日です。全員で調べてますね、まず。でも見て、全員全遊それごじったのこれ。全員で調べようと思ったら全遊になっちゃって、打ち間違いしてしまって、あやべえと思って全員で。そしてこれね、インフルエンザ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 。あとオノノクスって調べてますね。これあれじゃん、桜作るシミュレーターのあの時のやつだ。桃組のさ、内部に入った時オノノクスに似てる人がいて、オノノクスって調べたやつだ。で次これイヤリング、あと風が映る、風が映る感じ、風が映る、英語じゃない、英語は違う、風が映る、その風が映るの映るの感じがよく分かんなくて、多分動画かな、編集してる時に感じが分かんなくて調べたやつです。で次ここ、これはね兵庫にいる時ですね、クリスマスの日、そうイルミネーションに行ったんですよ、私友達と。中之島のイルミネーションだっけ。そうなんか本当に綺麗で、マジで綺麗だった。名古屋どこってどういうことちょっとここら辺やばいかもしんない。でまずキャリーケースとスーツケースの違いが分かんなくて、これあれですね、キャリーケース紹介の時にやったやつなんですけど、うちらはスーツケースって呼んでて、でも動画で調べたらみんなキャリーケースって言ってるんですよね。だからじゃあキャリーケースとスーツケースって何が違うのって思ったら、スーツケースはなんかサラリーマンとかそういう人が使うものをスーツケースっていうみたい。でもなんか意味はどっちでも一緒らしいね。もただなんかそう分けられてるだけだよみたいな。日本語ややこしい、やめとけ。あとこれファイル転送です。これは普通に YouTuber がよく使うやつです。ギガファイルってやつだっけ。であと下がちょっと怪しいものが入ってる、あらすじというかそこにたどり着く前のお話をするんですけど、ゲームってよく やってたじゃん。で桜スクールシミュレーターに広告とかよく流れてくるんですよね。でそこになんかね面白そう、なんなのこのゲームっていう、ちょっとやってみたかったゲームがあって撮ったものですけども、別に腐女子とかそういうものじゃない、こちらです。恋愛ゲームです。恋愛ホテル作ってるやつで面白かったんだけど、チケットとかがめんどくさくて、こう恋愛ゲームってチケットが不足しましたとか、4時になったらチケット回復するので。次これ12月23日どうしたんでしょうか、足の小指に電気が走るそれでなんかね謎にね、普通に歩いてる時に急に小指がしびれてきちゃって、なんだろうと思って調べましたね。恋愛ホテルストーリーチケットで、次にこちら全員と全員と鬼滅の刃。そうここら辺はね、鬼滅の刃を知った時かな、そのアニメを見終わって調べたって感じです。これでなんとここの下柄がないんですよ。で記憶に残ってんのはポケモンやってて、もうポケモンの名前がずらーっとあったのは記憶あった。はい、ということで今日はユーポンのスマホの検索履歴の中身を紹介しました。いやどうでした。いや意外と普通だったよね、多分ね。そう言うて普通だね、私の検索履歴って。まあよかったら皆さんのね検索履歴も見せてください。ではご視聴いただきありがとうございました。メインチャンネル、サブチャンネル、ユーポンの休み時間、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter と Instagram と TikTok もやっていますので、よかったらフォローよろしくお願いいたします。ではアツパンバイバイ。